ましました。すごい音聞こえるね。そう、もう会場に着いちゃってちょっと時間があったので、みんなが来るまでなので、今チャンスだと思ってやりました。すごい公園の音が聞こえる。このあとリハです。メンバー待ちというか、早く着いちゃったので。今日公演来てくれる方は今もう来てるのかな。まださすがに早いか。そうだよね、夕方だもんね、公演始まるの。まだか。岩手に住んでる方もいますもんね、もちろん。もう、あ、もう着いてる人もいるんだ。寒いね。そう、昨日ちょっと暖かかったけど、今日は寒い。今日はちょっと寒い。他のメンバーはまだ来てないです。昨日一緒だったセリカさんとレミちゃんは来てます。でも一緒に、髪型まだ決まってない。そう、今日の髪型まだ決まってないから、この後決めます。本当に悩む。本当にどうしよう。みんな今お昼休憩とかかな？お昼休憩ですか？お昼配信珍しいです。もういつも夜やってるから。休憩中か。雨降ってる。そう、岩手県雨降ってます。昨日は配信終わってちょっとゆっくりしてたら寝落ちしてました。寝落ちしてて5時くらいに起きて、5時くらいに起きてまだ大丈夫と思ってたらまた寝ちゃって、また8時7時くらいに起きて、また8時くらいに起きてって、何回も何度でもしてやっと起きて今って感じです。結構寒い。こっちは楽しみだね、今日公演。楽しみ。公演前というか、なんか公演とかの前にこうやってショールームするのもなかなかないから、よかった。夜できない、今日できないかなって思ったけどよかったです。でも15分に終わりにします。今何分だろう。時計がないんですよね。でも結構寝れた。寝落ちした割には結構寝れました。半袖は絶対に寒い。もうだってもう今日パーカー着てるもん。この服、今日の服もめっちゃ可愛いの。レッスン着なんだけど見てほしい。見えないか。可愛いの。よいしょ。寒いね。13分くらいになったら教えてください。あ、もう5分。
夜はできないので、今日はこの配信がだけです。でも寒くてよかった。公園めっちゃ暑いから。レッスン着でもちょっとおしゃれで入れるように心がけてます。自己満なんですけど、完全に可愛い服着てると気分がいいので。なのでまた明日やりますね、配信は。え、家がた、え、何これ、すごい、初めて見た。誰だろう、誰、初めて見た。え、すごい、誰だろう、見て、見えなかった。送ってくれくださった方、コメントしてください。ありがとう、びっくり、何これ、初めて見た、ありがとうございます、嬉しい。家ポーズ、家難しい、家。おお、王さんか、王さんありがとうございます。これ読み方合ってるのかな。おー、王さんありがとうございます。いつもすごいコメントしてくださいありがとう。リクエストというか案をください。今日パーカー暑くないですよ、今日寒いから。さすがにリハ中は着ないけど。セットしてないかも、新鮮。確かに、もうお風呂上がり、お風呂上がりです、もうお風呂上がり。メイクもまだしてない、本当に寝てお風呂入っての状態です。カラコンはしてますけど、カラコンだけ入れました、とりあえず。確かにノーセットで配信するの珍しいかも、レアです、レア配信。すっぴんです。間に合った、おはよう、こんにちは、もうもうこんにちはだね。3日目にして、たまにはいいですね、お昼も。みんなはもう、そっか、お昼終わったらお仕事を。もうさ、さっき起きたわけではないけど、さっきホテル出てきたのにもうお昼っていうのがびっくり。かわいいでしょ。じゃあ今日は公園来てくださる方は公園で待ってます、公園で待ってます、公園待ってます。楽しましょう、一緒に楽しみ。雨降ってるので気をつけて来てください。寒いしね。何か食べたんですか。私は朝ごはんパン食べました。セリカさんがパン大好きなので、パンカツ一緒に行かせてもらいました。朝さっき行ってきて、パ
飯食べて、あ、そしたらこれパン屋さんの前の自販機にあの紙パックの自販機があって、ゴゴティーの紙パックバージョン初めて見てつい買ってしまいました。最近ミルクティー飲めるようになったのでね、そう、美味しそうと思って、味は変わんないだろうけど、ちょっと飲んでみよう。珍しいよね、初めて見た。ハンカツ大きさこのちっちゃいパックくらい、なんだろう、あのパン屋さんはマルキってところです。久しぶりに飲むミルクティー、美味しい。ゴゴティーのミルクティー美味しい。あんま飲んだことないかも。マルキ、なんかキリンパンとかあった、キリンのなんかなのかな、美味しい。出張公演始まるとき16度くらい、え、めっちゃ寒いじゃん、会場寒そう。みんな暖かい格好してきてくださいね。紙パックでかい。ステージもさ、みんな踊るから多分温度寒くしてくれてるから、すごい寒そう会場。もうあのツアーの時のステージの温度が15度、あれツアーの時だっけ、なんかのステージが15度って言われて、これ以上寒くできないから頑張ってって言われて、多分ツアーだったかな。ステージそんなあの温度低いんだと思って、でもめっちゃ暑いからさ、こっちは踊ってるから。いや、あの時ね、でもどんだけ寒くしてももう多分あの雪、誰 AKB のメンバーの中で多分誰よりも汗かくから、もう一曲踊っただけでもうダメです。だって公演やっててさ、雪より汗かいてる人いなくない？絶対にね、どうにか。だからちょっと夏は大変ですね。あ、クマ、みつきありがとう。そこがいい、いいんですか？でも汗かかない方がさ、絶対に可愛く保てるじゃん、髪型とかも。前髪なんかもう汗でなくなっちゃって、でも意外とこっちの前髪はいいんだけど、こっちがさもうなくなっちゃうから大変。もうツアーの時も、まあ、公演中もだけど、もうステージ履けたら、時間があったらもうすぐ乾かして必死にやってます、いつも。でもなんかよく汗かいててすごい頑張ってていいみたいな、あれ、まあ頑張ってるのはもちろん頑張ってるけど、もうただもう汗かきなだけなんだけどなとか思って。そうなんですよ、だからもうケープでガチガチです。ガチガチ。あ、15分になった、早い。じゃあそろそろ終わりにします。お、すごい、なんか通知みたいなのでお知らせしてくれて、15分経過しました。2日連続配信中、え、2日連続 ?3 日連続なのにね。あ、確かにさすがにソコミラのアンコールはもう前髪すらなくなって、この前ポニーテールした時さ、おろしだったらこっちには髪の毛あるけどさ、ポニーテールしてたらこっちの髪の毛もないのに汗で前髪もないからさ、
大変なことになってた。もうそうならないように気をつけてます。じゃあランキング読んで終わりにします。間違えた。13位、ケーキさん、ありがとうございます。12位、マントメガネさん、ありがとうございます。11位、ヤマさん、ありがとうございます。10位、ハヤリンゴさん、ありがとうございます。9位、プチトマットさん、ありがとうございます。8位、スタニーさん、ありがとうございます。7位、 SK さん、ありがとうございます。6位、イサオさん、ありがとうございます。5位、ユタカ23さん、ありがとうございます。4位、あゆむさん、ありがとうございます。3位、みつき、ありがとう。2位、かずみさん、ありがとう。1位、おうおうおうさん、ありがとう。ありがとうございます。お昼だったんですけど、ちょうどみんな休憩中だったのかな、お仕事の方は。よかった、ちょうどもう早朝か、もしかしたらもうできないかもしれないと思ったけど、なんとかできてよかったです。今日、じゃあまたお仕事の方は頑張ってください。一緒に頑張りましょう。そして公演見に来てくださってる方は、見に来てくださる方はまた後でね。またね、ありがとう。頑張ってね、頑張って。バイバーイ。